はい、皆さんこんにちは。平日の、昼間にお集まりくださり、どうもありがとうございます。今日の、講演はですね、尖閣問題はオスプレイ配備の理由に、ならない、領土問題の存在を認め、ASEAN に学べという、講演です。で、この講演を企画しましたのは、今お配りしている、資料の中に、共同の配信した、記事でですね、領土問題存在を認め交渉をというこの石山さんが、書かれた記事があります。で、この記事を、目にしまして、ぜひ、石山さんに、やはりこの尖閣問題を、まあ、ASEAN の事例から学ぶというお話を、ぜひしていただきたいということで、企画しました。そして、また常々ですね、よく、沖縄に海兵隊がいなければ、尖閣諸島は、中国に占領されてしまうという、意見に対して、石山さんはそれは違うということを、言われてますので、この、尖閣問題はオスプレイ配備の理由にならないということと、この、まあ、領土問題のことをですね、まあ、つなげるお話をしていただきたいということで、今日の企画をしました。で、主催はですね、バンコク診療ネットワークという、まあ、よくわからない名前になってますが、これは沖縄のバンコク診療の鐘の、バンコク診療です。ですから中国とも朝鮮半島とも、仲良くし、そして交易を進めていくことが、まあ、繁栄につながるんだと、まあ、そういった精神を今も生かそうということの、まあ、ネットワークです。そして、協賛をしておりますのが、オスプレイの沖縄配備に反対する首都圏ネットワークといいまして、9月9日に、オスプレイ反対ということで国会法違をした、主催団体があるんですが、それが9月9日以降、この、首都圏ネットワークという名前で、活動しています。で、今日はですね、この首都圏ネットワークが、6時からこのオスプレイ配備問題で官邸前で、デモも予定してますので、まあ、テーマも非常に近いということもありますので、今日の講演会に参加した方はですね、都合のつく方はぜひそのまま、官邸前に行って、講義にも参加していただければというふうに思っております。それでは共同通信の、石山さんを拍手でお迎えください。石山さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、石山です。おととい沖縄から帰ってきたばかりで、まあ、現地ので見てきた最新の状況も含めてお話ししたいと思います。